どうも、エディ藤本です。今回の動画は自転車啓蒙シリーズの第2弾をお送りしたいと思います。自転車啓蒙シリーズとは何かというと、サイクルスポーツを楽しむ上でのルールやマナーなどを当チャンネル AD 藤本シルベストサイクルから発信して、正しいルールやマナーをより多くのサイクリストに知ってもらい、より良い自転車業界を皆さんと共に目指していきましょう、といった内容のシリーズです。では早速一つ目いきましょうかね。はい、こちら、間違いやすい信号の識別といった部分です。これはどういうことかというと、分かりやすくね、ホワイトボードを使って解説したいと思います。はい、ではホワイトボードを使って解説していきたいと思います。まずこちら歩道ですね。こちら歩道、こちら車道です。自転車は法律上軽車両という扱いなので、原則車道を走行します。この辺ですね、この辺を走行します。で、自転車で車道を走行中に、車道用の信号機は青色、歩行者用の信号機は赤色になっていたら、どっちに従えばいいのかなって疑問に思うライダーも少なくないと思います。これはどっちに従うべきかというと、原則として今自分がどこにいるかで判断してください。こう車道を走行していたら車道用の信号機に従う、歩道を走行していたら歩行者用の信号機に従う、といった感じになってますね。はい、一部例外もあるみたいなんですが、基本的にはね、その考え方で OK です。はい、先ほどの説明で、歩道にいるときは歩行者用の信号機に従うというのはご理解いただけたと思うのですが、自転車は軽車両のため原則車道を走行しますよね。じゃあどんなときなら歩道を走っていいの、これも結構疑問に思いますよね。ルール上はね、一応こんな感じになっています。自転車通行課の道路標識、または普通自転車通行指定部分の道路標識がある歩道を通るとき、運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合、安全のためやむを得ない場合、みたいな感じなんですね。ここで一番ネックになってくるのが3つ目の安全のためやむを得ない場合なんですが、どんな状況か具体的に言うと、車道が狭く車の横を通行するのが困難な場合であったり、自転車の交通量が著しく多い場合みたいな感じなんですね。はい、ただこれ法律上の規定は特にないみたいなんですよ。じゃあね、どんな場合でも自分がこう危ないと思ったシチュエーションなら歩道を走れるわけだから、実質歩道は走り放題だって思う方もひょっとしたらいるかもしれませんよね。でもそうではないんですよ。この安全のためやむを得ない場合というのは、主観的な判断ではなくて客観的な判断が必要となっているんですね。つまり他人から見ても安全のためやむを得ないと思えないといけないということです。で、自転車が歩道を走るときは車道寄りを徐行することを心がけましょう。では次の部分いきましょうかね。ヘルメットの重要性といった部分です。皆さんもご存知の通り、自転車に乗る際ヘルメットの着用は義務ではありません。ただ義務だからかぶるとか義務じゃないからかぶらないというよりは、命を守るためにヘルメットはちゃんとかぶってほしいんですね。というのも、警視庁の調べによると、自転車事故で死亡につながるケースの約6割が頭部損傷によるものなんですよ。これ恐ろしい数字じゃないですか。でもね、これは逆に言うと、万が一自転車事故を起こしたとしてもヘルメットをかぶっていれば命を守れる可能性が飛躍的に上がるということなんですよ。あと合わせて言いたいのがね、スポーツバイクを始めたてのライダーはヘルメットに抵抗を感じがちで、ヘルメットはまだいいですとか、そんなにガチじゃないのでヘルメットはいりませんという声をよく聞くのですがね、実はそんな方ほどヘルメットをかぶる必要性が高いんですよ。なぜならスポーツバイクを始めたての時ほど不慣れな運転で転倒しやすかったりするし、ガチだからヘルメットをかぶってるというのではなくて、ガチライダーやベテランライダーは安全上そのヘルメットの必要性を高く感じているからかぶってるんですね。しかしながらね、普段着やスーツなどにレーシーなヘルメットは違和感を感じるのもわからなくはないです。でもね、私服やスーツに似合うポップでカジュアルなヘルメットもたくさんあるんですよ。具体的に言うと、以前の動画でもご紹介した OGK 兜のキャンバス、
これならカラーバリエーションも10色展開なので、私服やスーツに合うカラーのヘルメットを帽子感覚でおしゃれにかぶれますし、値段もね5000円前後なので非常に手が出しやすいです。なのでガチなヘルメットに抵抗がある方や私服やスーツに合わせておしゃれにコーディネートしたい方は、まあ、こんな感じのヘルメットがあるよということをぜひ参考にしてみてください。では次の部分いきましょう。並走や追い抜きについてといった部分です。これもね分かりやすくホワイトボードに書いてきたのでそちらで説明したいと思います。はい、ではこのホワイトボードで説明していきます。これ車道ですね。で並走とはこんな感じで、2台の自転車が横並びになって走ることなんですが、このように2台横並びで走行するのは基本的には禁止となっています。はい、サイクリングをね楽しんでいる時にこうやって横並びになって楽しく会話をしながら走りたくなる気持ちもわからなくもないのですが、やはりね危険も伴いますし、何より周りの車両に迷惑になるケースが多いので気をつけましょう。あと当然のことなんですかね、並走はダメですが、こうやって追い越すのは基本的に OK となっています。でここからはマナーの話になるんですが、まあ、先ほども言ったようにね追い越すのは OK なんですが、その追い越し方ですよね。ロードバイクやクロスバイクみたいなスポーツサイクルはそのスピード感を楽しむ乗り物でもあるので、スピードを出すなっていうのも違うとは思うんですが、前を走る自転車をねこう全速力でビューンと追い抜くライダーたまに見かけるんですよ。その追い抜くはいいんですけどね、はい、抜く時に相手に対して少しの気配りをしてあげるとサイクリストがより気持ちよくサイクリングを楽しめるんじゃないかなって思うんですね。例えばこう抜く時にねこんにちは抜きますねみたいな感じでねこう優しい一言があるだけで全然印象が違いますよね。黙ってこういきなり横からビューンって抜かれたらびっくりするし危ないし、あと気分的にもいいものではないと思うんですよ。なので、まあ、可能な限り前の自転車をこう抜くときは優しく一声抜きますねと言ってあげるといいかもしれません。あとその声をかけるといった部分で僕がこう普段から心がけていることがあって、まあ、一車線の道とかでね、ロードバイクとかとすれ違うときあるじゃないですか。そんなときは極力こんにちはって挨拶するようにしてるんですよ。それだけでなんかお互い気持ちよくないですか。で自分から挨拶するの恥ずかしいなみたいな人もいると思います。そんな人はこう挨拶された時だけでもこんにちはって返事を返してあげるのはどうでしょうか。それでも中にはこう返事するのも恥ずかしいなって人もいるかもしれません。はい、でその場合はねもうこんにちはって言われたらこう軽く会釈するだけでもこう無視するよりかはずっと印象がいいと思うんですよ。はい、登山とかならこう挨拶って当たり前じゃないですか。サイクルスポーツもねそんな風になってもいいんじゃないかなと思ってるんですよ。それでは最後の部分に行きましょう。ハンドサインの盲点といった部分です。集団走行をする際にサイクリストの皆さんよくこうハンドサイン行いますよね。こう手でこうやって止まるよって伝えたり、こうやって減速するよって伝えたりしますよね。でもねハンドサインに頼り切っていると逆に危ないケースも多々あるんです。例えばね何かが原因で急ブレーキをかけなければならないとするじゃないですか。とっさの急ブレーキの時ほど後続のライダーにこう止まることを知らせなければならないのに、とっさにこうハンドサインできないですよね。ましてや急ブレーキをかけるタイミングでこう片手を離すなんて結構矛盾していたりもするんですよ。またビギナーの方だとブレーキや減速のためにこう片手を離してハンドサインを送るのは難しかったり危なかったりもしますよね。なので集団走行の際は声を出して後続のライダーに情報を伝えてあげるのがより安全に走るコツだと言えます。ブレーキだったりね、はい、減速だったり、あと他にもねこう細い道でこう対向車がこう来た時なんかは対向車って言ってあげると後ろのライダーも安心して走れますよね。あとハンドサインの場合だとこう一つ後ろのライダーにしか情報が届かないのに対して声で伝えることによって後ろのライダー2人3人へと情報を伝えることができるんですよ。これかなり合理的ですよね。とは言っても声出すの恥ずかしいなって人もいると思います。でもねこれ考えてみてください。野球でもサッカーでもスポーツはみんな声を掛け合ってチームプレーを成立させていますよね。サイクリングもれっきとしたスポーツなんで声を出すことは恥ずかしがることではなくてむしろ必然なことなんですよ。
なのでね、集団走行する際は声を出し合って事故のない安全で楽しいサイクリングをしましょう。はい、ということで今回の自転車啓蒙シリーズでも自転車にまつわるルールやマナーをお伝えしたのですが、実はですね、一つ問題が起きてます。おかげさまで第1回の自転車啓蒙動画も9000再生以上視聴していただけたのですが、コメント欄であったりね、ライブ配信でのアンケートから推測したところによると、この動画を見てくれてる人たちは元から結構意識が高い人たちが多くて、改めてね、こんなことを言わなくてもちゃんとルールやマナーを元より守れてる人ばっかりなんですよ。なので一番この動画を見てほしい人たちにこの動画が見られていないという問題が起きてます。なのでこう周りに最近サイクルスポーツを始めたばかりの人やルールやマナーがいまいちわからないから知りたいみたいな人がいたらね、前回や今回の啓蒙シリーズの内容を優しく分かりやすく皆さんから伝えてもらえると嬉しく思います。でもちろんね、この動画を進めてもらっても結構です。そうすることで全国のサイクリストの皆様がより安全に、より気分よくサイクリングを楽しむことができるんじゃないかなと思います。皆さんご協力よろしくお願いします。またこの自転車啓蒙シリーズは第3回第4回と継続していきたいと思いますので、また次回以降も楽しみにしていただけたらと思います。あのさ、最近さ、自転車に関するルールとかマナー学んだんやけどさ、並走とかしたらあかんらしいで。へえ、そうなん。ところでそれ何？ああ、これ、啓蒙。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いします。チャンネル登録をするメリット、次回の動画を見逃さない、過去の動画も遡ってご覧いただけます。チャンネル登録数が増えると AD 藤本のやる気もどんどんアップしていきますので、ぜひ登録してください。さよなら。